はい、井の頭五郎です。ということで、はい、2日目だね。ね、パート2ですね。うん、とりあえず、うん、どこも行く場所ないってことで、うん、あの今までこの放送で行ったことがない浪岡という場所に行こうと。でも、うん、放送やる前は1回ぐらい行ったんじゃないの。あれ、どうだっけ、君と浪岡行ったかな。行ってな、あ、行ったわ、行った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 よ。ときめものマスコット買ってとこだ。あの、キーチェーンみたいな。あ、全く覚えてない。ときめもグッズとかあったとこだな。ときめもグッズ買ってるってことは相当前だ。結構前だね。大学、君がそう、多分まだ大学生の頃だよ。初期のボブラジじゃねえや、家電フレンズやる前はもうなんかさ、具にもつかないなんか BGM とか流してた。そうそう、これ何の、何のくくりでしょうクイズとかやってた。ああ、あの変な曲流してね、アッコちゃんのなんかどうしようもないやつとか。そんであの八戸まで行った人がして、うん、いやどうですか皆さん。そう、ね、どうですか皆さんっていう時はまあ何もネタはない、ない時の話でもね、あのもともと浪岡のその中古店って言っていいか分かんないけど、ああだった場所が、まあ、元からそんなにこう意を決して行くほど物は充実してる場所じゃなかった上に、なんかね、おしゃれなレトロな店に変わったっていう噂を聞いて今向かってるから、我々的に何でもないことになる可能性は結構高いけど、まあ青森市も行く場所行っちゃったしね。長距離移動するだけになる可能性あると思う。そう、しかもね、長距離ってこと長距離じゃないかもしれない。なるほど、片道40分くらい。30分じゃないかな。そんなもん、意外と近いね。弘前と青森市の間ぐらいの場所だからね。なるほど、多分。で、しかも浪岡に向かう道とかは初めて通ってるもんね、きっと。ああ、そうだね、放送では初だね、多分。あ、そう、あれ、あれだよ、これ浪岡行ってさ、もしあの暗くなったら帰り道で絶景が見れる。なるほど、浪岡から帰ってくる青森市の景色が、ああ、あの、ものすごいんだよ。ガンダムのあの、あれみたいな。何、撮影を許可する。いや、もうそういう系でもない。あの、まあ、要は夜景だよ、夜景。撮影許可するって言ったら夕方みたいになっちゃうからフラミンゴのね、うん、僕はガンダムで一番覚えてるシーンだから。ボブ一番覚えてるシーン、なんだろうな、なんかスーパーマンナバームを使いますのなんかしかな。コックピットだけを狙えるか。ああ、そうね、狙える。1話は大体覚えてる、さすがに。1話は一番多分見てるもんね。うん、まあ1話だからね。今さ、アムロよりアムロさん流行ってるよね。流行ってるね。あれすごいよね。うん、なんていうか、多分これまで名探偵コナンの映画なんて見てなかったよって人もアムロさん見に行ったりしてるんでしょ。あー、らしいよ。まあ、ツイッターとかでもだってすごい流行ってるよ、今コナンが。あー、へー、まあ、ちょっとわかるんだけどね、あのイケメンの感じであのアムロの声で喋るのってちょっとかっこいい感じはすんだけどさ。コナンにあやさんまあ痛い印象ないしね、今まで。高校生とかのやつはいっぱいいたけど、ちょっと年上のやつだからね。そう、ボブの中では、そのだからイケメンだけどそういう系の声でいいなっていうくくりの中にルパン X とか入ってる。ああ、ルパン X のあのさ、爽やか系イケメンの顔で待たせたねみたいな、お楽しみの時間帯をみたいな、あの感じすごい好きだ。なるほど、今んとこ頭おかしいだけみたいになってるけど、次回あたり、はい、来たね。来たよね。相当面白かったよ、ルパン X 登場回。おお、これでさ、あの、まあ、昨日ね、ラジオ外でラーメン食べながらレイジワンと話してたけど、これでただのああいう不思議なやつっていうだけでやられると最悪だけど、予告耳にそれはないよ。そう、特にね、ルパンレンジャーだし、その辺バッチリやるだろうっていうことで心配はないよ。X トレインの発売日だいぶ後なんだよ。結構、あと 2,3 週間ある。早く欲しいな、あれ。ルーブのおもちゃ出るよ。ルーブのおもちゃっていうと、来週ぐらい、あの、変身するやつ。あー、そういうことか。ルーブ何使って変身するのか今一応わかんない。なんかオーブリングみたいなやつね。なるほどね。ちょっとまあ違うと思うけど、オーブリング的な形してたと思う。そうだね、そうなってくるとオーブリング欲しいなってなっちゃう。まあね、オーブリングだってあれ、カードをさ、通せば音鳴るとしたら。そうそう、楽しいだろ。ただあのカードを探すのが大変なんだよ。そうね、もう手に入んないと。あー、ジードならまだしも。あ、ジードね、2年連続掛け合わせ系ウルトラマンだったもんね。今年掛け合わせじゃないけど、
ああそっか。まあでもウルトラマンのパワーは使うみたいだけど。なるほどね。ああ四属性のやつか。銀河が水だった。太郎が火だっけ。そうか。なるほどね。なんか無理やり当てはめたがある。そうね。ただ火って言われても面白くないから一応太郎混ぜておこうというな。なんだろう、ウルトラマンにおける属性でさ、太郎が火っていうのはまだまあ一番わかるっちゃわかるんだよ。まあどちらかというとメビウスの方が火な感じするけど。あとまあレオとか。あれそうだよね。まあでも今いろいろ上がったようにさ、火のウルトラマンって結構いるんだよね。ただ水とかさ、ウルトラ水流。まあそうだよね。そんな感じ。いやボブとしてはやっぱりそのサンダーブレスターとかもそうだったけど、どの辺がサンダーだったっけなみたいな。ゾフィーにサンダーの印象ないもんね。でベリアルも多分よくよく考えると、あの初登場の時にあの武器から雷出してたあれのことを多分そっちがサンダー言ってるんだろうけど、あれ武器の力だからね。そうだね。あのなんかギガバトルのナイザー、まあ、サンダーブレスターって存在自体はすごい好きだけど、まあ、もうルーブが次は、ルーブ見ないと。ルーブか。とりあえず1話は見ないと。なんでも。でもね、オーブ途中で見るのをやめてて、ジード見てなくて、ルーブ見たらさ、あれ多分また繋がってるんでしょ。オーブとはどうやら繋がってる雰囲気で。あ、ジードはそんなに。ジードは多分関係ないんじゃない。あ、マジか。あ、じゃ見やすいな。オーブも別に多分オーブの最終回まで見てる必要ないでしょ。なるほどね。なんでオーブの最終回そんな何も起こんないよ。ああ、いやオーブなんでミーの途中でやめたんだろうな。ボブさん別に好きだったんだよオーブ。僕も途中でやめてるからなぜか。見るのやめる理由何のやめてるよね。やめてたけど、まあ、ついにこの前残り4話くらい全部見てる。ああ、やっぱどこまで見たかな。自分がどこまで見たか覚えてないな。劇場版も見たから。おお。全部ボチボチ面白かった。なるほどね。うん。僕どこまで見たかな。あの怪獣なんて言うんだっけ。あのなんか侍みたいな。いやもうちょい後だな。ノーバ。ノーバじゃないと思う。あのなんかさ立って泣いてるやつ。なんだっけ。なんか確かシーサーっぽい見た目のやつが直立したみたいな怪獣だった気がする。ああ。なんだっけな、ムーブじゃないもんな。ホウじゃないもん。ホウ、あホウだホウだ。ホウ出てたっけ。出てた気がするね。デジだわ。なんか女のさ、そうそう、サイボーグが出てきて。サイボーグ？なんかロボット人間みたいな。あ、あれそう、あーそうだっけ、もうそうだね。最後なぜか旅立っていく変な割り方してたり。そうだ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 。あのおじいさんおばさんと部屋に暮らしてたのに、なぜか旅立って終わるんだよ。いることになりましたじゃないんだよね。なんか追い出され感がちょっと出るんだよ、最後に。なんだって思ってた。そうだ、その女の子がアンドロイドだったみたいな話も全然覚えてなかった。その辺までかな、見てたの。まあほぼ終盤だよ。そうだよね。いや、残り4話ぐらいだ。あれだ、オーブオリジンが出てきたあたりで戦闘毎回同じだなみたいになっちゃって、それでみんながオーブオリジンが出てすぐに多分みんなやめてるんだね。その後も戦闘は変わんないよ。なるほどな。だから変わんない、ね、別に口頭で何があったか聞いておきゃいい感じだよ。そうだね。まあ、最終決戦はボジョージ良かったけど、ね、なるほどね。なんかすごい街破壊されてたよ。最終決戦っていうのは誰の敵は。マガタのオロチ。ああなるほどね。マガタのオロチのまあやられ方はあんま面白くなかったけど。なるほど。出てきた瞬間面白かった。ほう、登場の仕方ということ、うん、登場して街破壊するまでの一連の展開は良かったと思うよ、うん、なるほど。シンゴジラ的な感じで。はあはあはあ、マガオロチとマガタのオロチってどっちが強いの。タノじゃない。はあ見た目はタノじゃない方が強そうだよね。うん。おー、なるほどね。うん。なんだよ、魔王獣好きなんだよ。だろうね。うん。じゃあ魔王獣出なくなってからのさ、怪獣の微妙さってのはなかったよ。なんかね、過去の悪いわけじゃないけど、まあファンが喜びそうみたいな感じだったよね。なんかね、もっといろいろかっこよさめなの出してほしかったな。ルーブ新怪獣出るからでしょ。なるほど。あのジード新怪獣は出てんだと思うけど、うん、出てるけどもなんか合体してるやつとかが多かった。そう、あれ待って、あれがあんま
こう気分が乗れなくて。ボブさあれだ、ソフビとかたまに見かけるけどさ、ああ、あのジードのあの合体系好きだな。ああ、ペダニウム Z、 そうそう、とかさ、それがあとスカルゴモラとか、あとあれなんだっけ、ギャラクトロンと合体するようなやつ、エレキングのやつ、うん、エレキキラーだっけ、なんかあって、なんかね、あの辺しかもあのソフビとか出てないやつもいるらしいじゃん。いるんじゃない多分。僕あのベムゼードとかいうやつすごい好きでさ、ああ、ベムラーとゼットン、ああいいね、なんかすごい怖いんだよ、こう怪獣っていう見た目じゃないんだよね、なんかベムラー要素が入ったゼットンみたいな、なんかシュッとした感じになった結果、ああすごいこう目つき悪い天狗みたいなさ、ああ、なんだろう、鳥人間の化け物みたいな佇まいになってて、しかもベムゼードっていう名前もかっこいいじゃん、エグゼードみたいな、そう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 、あれ好きだな、ベムゼード、なるほど、ああ、なんか我々ももうネタなくなってきた時のこういうのなんか考えるやつなんか考えるかって、で、あのこれまあ2日目の時点でここまでネタないとさ、うん、この今後多分一日暇な人が出てくるわけでさ、逆にそうなればそうなったってさ、ああそれはなんとかなるんだよきっと、ああなるほど、別に当然で、あしゃろ編とか言ってもいいわけだから、あそう、あしかもあの思ったけど、ああ明日の夜とかも一応勝負っちゃ勝負っていうか、 あの要するにはボブの休みは明後日し明後日だけど、ああつまり翌日も休みっていうのは明日明後日ということになるので、ね、で明後日し明後日遠出できるから、うん、目的いろんな場所に行けるっていうこの幅は広がるし、うん、今日が一番だから鬼門なんだよ、そうだ、程よく何も行くとこないけど明日仕事みたいな、うん、もう明日とかもう家で何かやってるいいかもしれないし、ね、ああそうだよね、君、うん、持ってきたってことね、アイマス飛んじゃる、アイマス飛んじゃねえ、あーなんかだがドカベンみたいさっき、あ、ドカベン、ドカベンのアニメ終わったでおなじみ、うん、ドカベンのさクローズアップ現代の特番がひどくてらしいよね、そう、あ、まあ僕もそこまでドカベンに熱心じゃないから、うん、詳しくはないんだけど、うん、まあ一応見るじゃんドカベン好きだから、はい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 、でまずその出演者が誰も今のドカベンを読んでないっていうすごい時代になってて、うんうん、なるほどね、しかもドカベン自体興味ない人も来てる、なるほど、まあ、それはもう読んだ側が悪いと思うんだけど、うん、で、なんか、ドカベン終わりましたねって言って、ね、ああ、で、あの人気な、つって、ああ、それで、まあ、15分ぐらい経ったところで、ああ、ところで、まあ、スポーツ漫画が人気でして、ああ、なるほど、話変わっちゃうんだね、で、スポーツ漫画人気アンケートを取ったところ、3位がドカベンで、それひどいよね、それダメでしょ2位がスラムダンク、ああ、2位がキャプテン翼で、1位スラムダンクいいのかな、それつって、ワールドカップのあのなんかポーランドかなんかの選手が、はい、キャプテン翼最高だよみたいな言って、うん、でもうドカベンの話はもう二度としない、うわ、二度としないまま終わってくっていう、まあでも実際ドカベンでなんか特集やれって言ったら難しいよね、まあ確かにさ、そのドカベンの今やってるシリーズをさ熱心に追ってる芸能人とかそんないない気がするんだよ、だから終わったんだろうしね、うん、そうでもないのか、まあ、ちゃんと終わる、人気時代はあるんだろうけど、ああ。それ全部追ってる人あんまいないでしょ、40何年も、そうだよね、うん、いないまま、まあやったっていうことで、うわ、まあ要はあれだよね、今の話すネタないねって言ってる我々みたいなのをテレビでやらなきゃダメだったってことで、そうだよ、そういうことだよ、大変だよね、我々がなんだ、それこそオーブ途中までしか見えてないのに、まあ、我々がねオーブ最終回になりましたっていう特番に出てる感じで、あー難しいね、そうだよ、大変な仕事だね、それ刑務所の人、カメラだゴーストうやむやじゃん、あ、そうね、我々の視聴の仕方が、あ、なのにゴースト最終回綺麗に出てる感じいやだ、だってボブほんと話すことないわ、じゃあ、うん、あのでもこの間カラオケでさ、うん、ゴーストのオープニング歌ったら、まあ、映像が流れるんだけど、あ、ちょっと悲願の映像出た、あのね本編の映像だった、あ、本編、面白そうだった、あ、何あのでっかい一つ目の化け物みたいな終盤の敵っぽいやつ、あのあれでしょ、ガンマイザーじゃない、あれがガンマイザー、多分ガンマイザーじゃない、あー、なんか街破壊してたけど、あーでかいやつね、でかいやつ、あ、最終回のやつだよ、
最終回っていうか最終回1話前の、あああれが最終決戦なのか。最終決戦に出てきたクソちょうもないやつ。なるほど、うん、しかもあれだよね、クソちょうもなかったよあれ。あれそんななんだ。最悪だったね。あ、そうなの。なんかさ、カラオケ映像で、まあ、歌と一緒に流されるとさ、すごいこう壮大な敵が出てきて、だろうね。そう、なんかこう倒しに行く感じですごい、あら、もしかして面白いのかこれっつって。確かあの辺やってる裏で、あのスペクターとかあの辺が剣舞にボコられるんだよ。なるほど。で、なんかあとでかいやつには確か2人ともうわーっつって吹っ飛ばされて終わりじゃなかった。ああ、そうなのか。で、タゲルが倒してよかったねみたいな。ちょっと残念だね。そんな感じでゴーストはずっと最後。ああ、なるほど。最後の方は見てるから。ああ、ゴーストか。あれ、ゴースト…なんていうの、ボブよくその、だからこれつまんないから見るのやめたっつって新しいの1話始まったけど、セバン見てないでやめたっていうパターンが戦隊とかあったけど、よくゴーストの後ちゃんとエグゼードは見たなと思って。そうだね、危ないとこだった。ちょっと思い出したんだけどさ、仮面ライダーの小説ってさ、なんか最近ほらエグゼードのが出たっつって、ね、うん、その感じのやつってさ、何個ぐらい出てるの。いや、ダブルから全部全部出てる。ダブル以前も出てるよ。空が1個全部出てるぞ。マジか。うん、いや、なんかさ、あのゴジラの小説読んであんなに面白い面白いって読んだからさ、うん、仮面ライダーの小説もワンチャン面白いんじゃないかって。なんかダブル途中まで読んだけど面白かった。あー、よかったそれは、うん、なんかほら、ツイッター見るとなんかゴースト微妙だったって言ってる人でも小説は面白いみたいな意見が。あと、あのスペクターのビデオね。スペクターのビデオ、うん、ビデオのスペクターのやつすごい面白い。へぇー。実はあの誠兄さんの正体はとか出てくるから。あー、俺は気に入ってたな。衝撃だったね。気になるけど聞かない方がいいのか。なんで本編で言わないんだって。でも本当だよね。だってなんで本編で言わないんだレベルの展開がずっと続くんだよね。しかもそれが面白いんでしょ。うん、本編で言えよって思っちゃうけどね。本編は具にもつかなかったからね、その、なんかストーリー的なところについては。なるほどな。うん、そしてだね、今実は右前方の方にね、もうあるといえばあるんだよね。あら、ちょっとは今来てくれて。早かったね。ね、早かったな。あ、てかあれだね、これも画質いいね。あ、まあ iPhone だしね。おー、毎日一応天気っていうか景色違っていいね。ジャスコのさ、ジャスコの向かいかなんかにさ、なんかおもちゃ屋みたいなのあって、あれ何？カードショップ。カードのみ。カードのみ。あ、つまんないね。あ、強いて言うとちょっとおもちゃあるよ。あ、カードショップの隅にちょっとおもちゃあるよってぐらいだけど。なるほど。まあ、充電池とか売ってたけどさ。今買ってもね。そうだね、おもちゃ要素はマジでちょっとだね。でもカードショップとしては結構立派なとこだね。なんかやってるんだったらあそこ行けばもう大体 OK って。地元のカードでやっぱやってるこう学生たちがねずっとこうデュエルしてるけど、うん、最近デュエルスペースっていうのがある店増えてる、ね、増えたね。仙台にもいっぱいあるよ ね。みんな戦ってるよね。神で何が楽しいって。いや、そやってたから悪くは言わない。買ってるからね今も。何かしら。ああ。マジックザギャザリングとか。マジックザギャザリング。お？外装はそんな変わってないね。ああ、車がねすごいいっぱい来てるから。そう、これ右折。入れないよこれ。右折したいんだけどさ、ちょっとさせてもらおう。これ放送に全部あの残ってるから、迂闊な運転すると良くないから。もちろんもちろんもちろん。行ける時でしかね。うん、無茶はしないけども。これどう、あー、こわ、あー、覚えてるね。行った気がする。この左にいるよ。あー、あー、なんかあったわ。あー、ここで確かウルトラマン USA のビデオ買ったわ。そんなん買ってたっけ。あー、買ったよ、ウルトラマン USA を。高校の時かなんかに行ったんじゃないかな。やっぱここ、そんな前か。ここ確かなんかさ、あれ家族旅行的な感じでさ、はあ、
なんかマシンマンの DVD とか見ながら行ったんじゃなかった違うっけ2回ぐらい行ってるのかなじゃあそういうことかボブはその時にここ来た記憶はなかったな あのクマとか見に行った時だよねああクマ見に行ったねあの電子レンジマンかなんかにも映像残ってるやつねそう、そうそうそう、うん、まあそんなわけでね我々はねこのなんか車検のやつがちょっと面白いおもちゃのやつを